有名漫画家の打ち切り作。漫画家の中でもヒット作しかない漫画家は一握りで、打ち切りを経験している漫画家がほとんどです。中にはヒット作を生み出すきっかけになった打ち切り作品もあります。ということで今回は有名漫画家の打ち切り作品を4つほどご紹介したいと思います。有名漫画家になるまでの経緯やその後を知れますので、ぜひ最後までご視聴ください。ロボレーザービーム。一つ目に紹介する有名漫画家の打ち切り作品はロボレーザービームです。こちらジャンプ作品で2017年から18年まで連載されていました。作者は黒子のバスケでおなじみの藤巻先生ですね。黒バスは高校バスケを舞台に影の薄い主人公黒子とその相棒の鏡が奇跡の世代と呼ばれる天才たちに立ち向かっていく熱いバスケ漫画です。ちなみに皆さん、騙されたと思ってアニメの大迫力見た後に初期の絵見てみてください。マジでびっくりしますよ。そんなことは置いといて、大ヒット作品を生み出した藤巻先生が黒バスの連載が終わった3年後に世に送り出していた作品がロボレーザービームです。こちら簡単にストーリーをご紹介すると、高校1年生の主人公鳩原ロバと通称ロボがゴルフに関して素人だったところ、高校生ゴルファー三浦陽山と試合をしたことによりゴルフ部に入部するという物語です。ゴルフがテーマの漫画って皆さん何を思い浮かびますかね。僕はキャラゲーなのにストーリーモードがないというあの闇のゲームを思い出すんですが、皆さんいかがでしょうか。まあその話は置いといて、ロボレーザービームは連載が始まると評判がいまいちだったみたいで、約1年間ほどで打ち切りとなってしまいました。ではなぜ黒バスで大ヒットをすることができた作者がロボレーザービームで打ち切りになってしまったのでしょうか。こちら僕の中で要因を3点まとめてきました。1つ目はゴルフと必殺技の相性の悪さです。黒バスは明石が使ったエンペラーアイや黒子のイグナイトパスなど王道バトル漫画というよりかは必殺技がかっこいいバスケ漫画として人気が出ましたよね。実はゴルフ漫画であるロボレーザービームにも必殺技取り入れられているんですよ。例えば主人公のロボが使う X レーザー、これは風などがなければショットを誤差半径15センチ以内で打つことができるという必殺技です。他にも主人公のライバル三浦が使う340ヤード以上飛ばせる紫電一線というドライバーのショットもあります。しかしゴルフというのは基本的に正のスポーツって呼ばれてるじゃないですか。そのため必殺技を出すたびに試合の流れが途切れて見えるといった意見があったりします。なので要はテンポが悪くなってしまったのではと言われているんですよね。続いて2点目の理由がゴルフと少年誌の相性の悪さです。ジャンプの読者層は10代後半から30代を中心に読者率が3割台と最も高くなっています。そしてゴルフの年齢層は40代から70代で約 70% を占めると言われています。藤巻先生も年齢層の違いを意識して作中では丁寧にルール説明をする部分もありました。しかし中高生にゴルフ経験があるわけでもなく、学生に人気のスポーツっていうわけでもありませんよね。そのため人気が伸び悩んでしまったという要因があるのではないかと個人的には考えています。続いて3点目がキャラクターが似ているという点です。ロボレーザービームに登場する主人公のライバル三浦が黒バスの青峰に似ているっていう点があったんですよね。皆さん2人を見比べてみてどうでしょうか。確かに言われてみると雰囲気は似てますよね。そのため読者が新鮮味がないと感じたり感情移入がしにくかったのかもしれません。ちなみにロボレーザービームの黒田は黒バスの緑間慎太郎に似ていると言われています。これらも踏まえてロボレーザービームに関してファンからはゴルフの魅力を読者に伝えたいっていう藤巻先生の気持ちが見えたといった肯定的な意見も多く出ていました。いろいろ挑戦されている藤巻先生が見れたりするので、興味のある人はぜひ読んでみてください。大和幻想記。2つ目に紹介する有名漫画家の打ち切り作品は大和幻想記です。こちらジャンプ作品で1999年から短期間連載されました。作者はトラブルなどで人気の矢吹先生です。トラブルはざっくり説明すると、女の子たちに降りかかる事件や恋愛などが描かれた、ちょっとエロめのドタバタラブコメディ漫画となっています。2006年から約3年間ほどジャンプで連載され、単行本は全18巻発行されているほど人気を博した作品です。矢吹先生の過去作振り返っていて思ったんですが、なんか新作が始まるたびにどんどんあれが洗練されていってるというか、漫画家の中でも異次元の領域にいるイメージありますよね。そしてトラブルの7年前に世に送り出していた作品が大和幻想記です。ストーリーは戦乱の世を終わらせるために暗殺者として育てられてきた戦災孤児のシオンと、謎の過去を持ち和国統一を目指す邪馬台国の女王イオが高間の都という伝説の土地を探す物語です。しかしこちらの作品たった20週ほどで連載打ち切りとなってしまったんです。ではなぜ大和幻想記は打ち切りとなってしまったのでしょうか。その理由はストーリーにオリジナリティが足りなかったという声が多かったんですよね。同作品のストーリーは1988年の作品ライカに似ていると言われていました。ライカも邪馬台国でイオをヒロインとしたファンタジーものなんですが、読者の中にはライカとストーリー構成が似ていたという印象しか残らなかったという方もいました。
しかしですね、大和幻想郷を書いた当時、矢吹先生は19歳でした。まだ漫画の経験が浅く、デビュー作でストーリー構成が面白い作品を書くのが難しかったかもしれません。ただ誰もが認める矢吹先生の画力は当時から健在でした。10代でこれだけの画力の高さを持っていることに関して、ファンからは驚きの声も見られました。また大和幻想郷のシオンとイオの関係は、イオがシオンをリードしていく感じなので、後のトラブルのリトとララの関係の原点となったのではないかとも思っています。これらも踏まえて、大和幻想郷に関してファンからは、絵は本当に好きだった、矢吹先生にはいつか続きを書いてほしいといった声もありました。まあいろいろ原点が垣間見えるところもありますので、トラブルが好きな方は一度読んでみてはいかがでしょうか。ハングリージョーカー。3つ目に紹介する有名漫画家の打ち切り作品はハングリージョーカーです。ハングリージョーカーはジャンプ作品で2012年から約1年間ほど連載されました。原作者はブラッククローバーを描いた田畑先生です。ブラクロは魔法が存在する世界を舞台に、貧民の捨て子として生まれた少年アスタが魔法使いの頂点、魔法帝を目指すという物語です。こちら2015年から現在まで7年間ほど連載されている大人気作品ですね。今のジャンプのバトル漫画を支えている柱の一つのイメージが強いですね。そんな田畑先生がブラッククローバーの約3年前に生み出した作品がハングリージョーカーです。こちらのストーリーは、過去の記憶を失っている天才科学者の少年ハイジが自分の過去を解き明かす旅を続けているうちに、世界の滅亡を目論む黒い軍神という集団との戦いに巻き込まれていくストーリーです。まあバトルものという感じなんですけども、同作品は約1年間ほどの連載で打ち切りとなってしまいました。ではなぜ打ち切りになってしまったのでしょうか。その理由は、読み切り作品の設定を大幅に変更してしまったためだと言われています。ハングリージョーカーはもともと読み切り作品としてジャンプに掲載されていました。この時の作品内容は、ウイルスの出現によって人間以外の生物が劇的に進化してしまって、人間が絶滅の危機になってしまいます。そして科学者が最後の望みになり、ウイルスに侵されながらも科学者のハイジが戦うというストーリーになっていました。こちらの読み切り作品はゴールドフューチャーカップを受賞しました。ゴールドフューチャーカップとは、ジャンプの新人漫画家の優れた読み切り漫画に贈られる賞です。そしてこれをきっかけに、ハングリージョーカーは連載開始となりました。しかしその後、連載された作品内容は読み切りとは設定が大幅に変更がされていたんですよね。主人公であるハイジの性格から発明品、そのバックボーンや未知のウイルスの存在する世界観も全て変更されていました。これによって、ネットでは読み切り作品の時の方が面白かったなっていう声がかなり出ています。つまり読み切りから連載作品にする際に、大幅に設定を変更してしまったことが打ち切りになってしまった要因だったのではないかと言われています。これらも踏まえて、ハングリージョーカーを読んでいたファンからは、ハングリージョーカー連載されてはいるけれど、主人公のビジュアルくらいしか残っていないじゃんという声が多く上がっていました。まあ確かにこれは読み切り時のファンからすると違和感が大きかったかもしれませんね。気になる方は、連載された時のハングリージョーカーと読み切りの時のものを見比べてみてください。非弁学派四ツ谷先輩の怪談。4つ目に紹介する有名漫画家の打ち切り作品は、非弁学派四ツ谷先輩の怪談です。こちらジャンプ作品で2001年から約半年間ほど連載されていました。作者は配球を描いた古舘先生です。配球を簡単に説明すると、身長162センチの小柄な主人公日向翔陽が、高校のバレー部で再会した影山飛雄と共に全国制覇を目指す高校バレー漫画ですね。最近のジャンプを読んでる人であれば知らない人はいないスポーツ漫画です。ちなみに連載最後の時のジャンプ、皆さん買えましたかね。僕はいつも買っている本屋であればジャンプ山のように売っていたのに、その時だけごっそり減っていたのすごく覚えていますね。そんな配給の約10年前に連載が始まったのが、非弁学派四ツ谷先輩の怪談です。こちらのストーリーは、最強の怪談を心から欲する幻の生徒四ツ谷先輩が、怪談話と引き換えに数々の怪奇事件を解決していく姿を描いた学園ホラー漫画です。しかし同作品は約半年間ほどの連載で打ち切りとなってしまいました。ではなぜ非弁学派四ツ谷先輩の怪談は打ち切りとなってしまったのでしょうか。その理由は、読者に飽きられてしまったからなのではないかという意見が多かったですね。この作品の話の大筋は、何か怪奇現象が起きて、四ツ谷先輩がそれを怪談に変えることでその謎を解いていくというものです。毎話同じ構成でテーマを変更するだけなので、中には先が読めてしまった読者もいるのではないでしょうか。そのため第1話以降は同じ話の焼き回しだという厳しい声もあったみたいですね。また漫画1話での体に不自由のある方やそのご家族たちに配慮に欠けた表現があり、紙面でお詫びをしたことがありました。それによって連載を始める1話でリアルさが制限され、画力を発揮できなくなってしまった点も大きかったと個人的には思っています。しかしその後の配給で大ヒットをします。古舘先生はもともとデビュー当時からバレエ漫画を描きたいと思っていたそうですね。しかしバレエ漫画は実力がついてから連載するべきだという編集部のアドバイスに従って、まずは別のジャンルである同作品の連載を始めたみたいですね。つまりこの作品がなければ、配給も今ほど人気作品になっていなかったかもしれないんですよ。これ聞くと全てが繋がった上でのヒット感があってすごいですよね。当時の四ツ谷先輩の怪談に関して、ファンからは、キャラクターも魅力的で怪談も作り込まれていて毎週楽しみだった
という声も見受けられました。個人的には打ち切りだったにもかかわらず、最後が綺麗にまとめられている作品ですので、興味のある人はぜひ見てみてください。はい、こんな感じで有名漫画家の過去の打ち切り作って面白いですよね。今回紹介した作品について詳しい方々はぜひコメントで教えていただけると幸いです。ということで、チャンネル登録はお任せしますので、よかったら他の動画も見ていただけると幸いです。ではまた。